はい、四字熟語94段いきたいと思います。一年発起、発起とは読まないんですね。ここがポイントです。三章の締めか四字熟語を打ちて、それまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意し、熱心に励むこと、また今までの気持ちを改めて仏道に入り、悟りを開こうと固く決心すること。元は仏教用語なんですね。一年はひたすら思い込むこと。この一という字はひたすらという意味があります。学研四字熟語辞典、思い切ってそれまでの考えを改め、あることを成し遂げようと決意すること。一年発起、小学校の第二次選、あることを成し遂げようと決心する。仏教用語、一心に悟りを求める心を起こすことということで、出典先が、歎異抄14ということで、これは仏教に関する書物ですね。類義語です。一心発起、一念発心、勧奮後期、そして金婚一番、これが同じ意味で使われている四字熟語です。活用形が、一念発起するという形で使われることが、一応多いということでございます。ということで、本日は最後まで皆様ご視聴ありがとうございます。